はい、皆さんこんにちは、サンズです。今回はこちらのテキストアニメーションを作っていきたいと思います。では早速作っていきましょう。まず背景になるレイヤーを入れて、テキストを入れておきます。センターに揃えて、こちらのレイヤーを選択して、今回ちょっとこのスクリプト文字を一個一個ばらしたいんですけど、スクリプトでテキストエクスプローダーというものを使います。これアプライを押すと一文字ずつ分かれてくれます。これが意外と便利です。で、オリジナルはオリジナルで残しておきつつ、こちらにアニメーションをつけていきたいと思います。それぞれアンカーポイントの位置も個別に調整できるので、回転とかをかけるときは便利だと思います。では早速つけていきましょう。決まりの位置をつけておいて、下がるところから決まりの位置で、さらに追い越して上に飛んでいる、こういう動きになるんですけど、このキーフレームを全体で選択して手前に持ってくると、そうすると上飛び越して戻っていくみたいな感じになります。イーズをかけて少し浮遊感のある動きになってます。グラフエディターでアニメーションのカーブを調整してみましょう。少し緩急がついた感じの可愛らしい動きになってきたような気がします。続いて一回ちょっと分かりやすいように一文字だけにしておきます。到着の位置にガイドを置いておきます。でですね、今回さっき作ったみたいなちょっともにょっとこうプルッとした動きをつけたいので、 CC Bend It っていうエフェクトを使います。これちょっとつけた瞬間にずれちゃうんですけど、これちょっとエフェクトをかけたい位置を指定しないといけないんで、この玉っころですね、これがこのスタートエンドになってるんで、そこだけちょっとご注意ください。でこれ通り過ぎてもエフェクト効かなくなっちゃうんで、ちょっと動かしたいレイヤーの可動範囲ちょっと広めに取っておくといいと思います。でこれ何ができるかというと、こういう風にレイヤー内でなんていうんですかね、歪み系ですね、ディストーション系のエフェクトなんで、こう歪みでプルッというこういう動きがつけれるエフェクトになります。なのでキーフレーム早速打っていきましょう。最初の値0で、後でキーフレームの位置は調整するんで、左右戻ると、一回このジャンプのエフェクトがないところで確認してみましょうか。こういう感じですね。で今キーフレームの位置とかがすごい適当になってるんで、一回全部イーズインイーズアウトかけておきましょう。で後半の振れ幅を長めにしておきましょう。はい、まあちょっと一回こういう感じで揺れてるようなエフェクトができました。でこれをジャンプと組み合わせたいんで、このエフェクトのキーフレームを頭に持っていきます。ちょっと早かったですね。頂点に行った、そうですね、上に行った時にこう触れると面白いかもしれないですね。もう少し緩急をつけましょう。ちょっと振れ幅の感覚とかはキーフレームを選択してオルトでスライド、オルトを押しながらスライドすると、この感覚のバランスを保ちながら縮小拡大できるので、これでちょっとバランス整えながらやってみるといいかもしれないです。はい、とりあえず1個できたので、これを適用していきましょう。この CC Bend It をコピーして、残りの文字3Z の ANSZE にコピペします。そうするとやっぱり指定範囲がずれてしまっているので文字が消えちゃってますね。この可動範囲で文字の動く値でそれぞれ
この範囲を指定しておきます。これが結構手間ではありますね。なんですけど、この動かしは結構この方法でしかできないと思うんで、やってみてもいいかなと。はい、キーフレームが、失礼しました、貼り付けるところがキーフレームのタイミングがずれてました。ほっ、 OK でですね、今全体で同じ動きになったので、あとはまあ単純に出てくる順番をずらしてあげる。これだけで結構可愛らしいテキストアニメーションになったような気がします。あとはですね、この下から出てくるこのラインで文字を消したい場合は、まあいくつか方法あるんですけど、まあこの文字を作る場合、一回まあプリコンポーズしてしまった方が都合がいいかと思います。っていうのは、この後この文字をパーツとして動かしたい時とかにこう動かすとですね、エフェクトの絶対位置みたいのでずれてしまってですね、こう移動させるとエフェクトの影響で文字は消えちゃうんですね。これはこれでまあちょっと見た目面白いかもしれないですけど、なんで結局これはもう文字はプリコンポーズしちゃうっていうのが正解だと思います。なんで一回プリコンポーズしちゃいましょう。 T3 でアニメこうしちゃいましょう。まあこうすればもう完全に独立して動かせるので、どこの位置でも、まあ中の方でアニメーションしているので問題ないかと思います。で、まあマスクなんですけど、この上の方で、この上の方でこういうふうにマスクでカットしてしまう方法もできますし、まあ場合によっては中の方で、まあ僕結構やっちゃうんですけど、このカットしたいところをマスクではなくてカットしたいところをこのレイヤーでも平面出してしまって、このレイヤーモードの下のですね、このシルエットアルファっていうのをよく使っていて、これって今こう全体でマスクかけたような効果が得れるんですね。まあ、本来であれば文字一つ一つに対してマスクをする、文字一つ一つに対してマスクでトラックマット、アルファマットとか、まあ、この場合で言うとアルファ反転マットですね、文字を出したいんで、でやるとこう S はこうなるんですけど、こうここの管理がやっぱり少し面倒いというか、この文字の感じにしてはちょっと物量がちょっといたずらに増えてしまうなってところがあるんで、まあシルエットアルファで、まあちょっと邪道かもしれないんですが、シルエットアルファを使ってレイヤーで一括で下に存在するものを全て消すみたいなエフェクトというか効果になるんで、これを使っちゃうことが多いです。で見てみましょう。そうするとこういった感じで動きになります。いかがでしょうか。 3D レイヤーにプリコンプを 3D レイヤーにしておいて、カメラでズームなどするとまた少し臨場感といいますか、アニメーションが良くなるかなと思います。少しだけズームをかけておくみたいな。あとですね、まあちょっと少しだけあと追加で言うと、まあこれ今全体で同じ動きかけちゃってるんで、まあちょっとバラしつつもちょっと微妙にもうちょっとバリエーション感が欲しいよって時は、まあこのレイヤーの順番をこうもう変えてしまうとかっていうのもまあ一つあると思うし、まあ僕がよくやるのは、この何でしょう、例えば一個だけ E の文字だけちょっとなんていうんですかね、アニメーション変えちゃう、なんかキャラクターっぽく考えたら E だけすげえ一回飛んじゃうというか頑張って飛びすぎちゃうみたいな、少しだけこの文字の方になんかキャラクター感を出すというか、こいつだけちょっとアニメーション変えてしまうみたいな、こいつだけ少しアニメーション1個多いみたいなことをやると、まあちょっとこの E だけ、まあちょっと今極端なんですけど、 E だけ動きの感じが違う、この子だけちょっとすげえ頑張って飛ぶみたいなことをやると、なんか結構バリエーション感っていうか可愛らしさが出るなっていう感じがします。あとは文字単体でずらしちゃってもいいんですけどね。あ、文字をバラバラに動かしてしまっても可愛い気がします。はい、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルが面白かったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。